川島義明は、日本のコーヒー栽培技師、コーヒーハンター、実業家、静岡県静岡市出身。40年以上にわたり、世界50カ国以上のコーヒー農園を、年間100日以上渡り歩き、技術指導をするとともに、新しいコーヒーを探索している。1999年、マダガスカルに絶滅危惧種のマスカロコフェアを探しに行った、ことから、 コーヒーハンターと呼ばれるようになる。小学6年生の時に在日ブラジル大使館にコーヒー農園で働きたいと手紙を送り、静岡商工学院高等学校卒業後、コーヒーの勉強をするために卒業式を待たず、エルサルバドルへ留学。当時の所長に毎日時間ダンパーにし、エルサルバドル国立コーヒー研究所に入所コーヒー栽培について研究に明け暮れる。 エルサルバドルの正常不安によりアメリカ合衆国に脱出した後、当時コーヒーメーカー UCC 上島コーヒーの会長であった上島忠夫に見出され、世界各地で UCC 上島コーヒーの直営農園を開発。生産責任者となり、マダガスカル島でのマスカロコフェアの保護、保全と低カフェインコーヒーの開発。世界のコーヒー原産地を飛び回り、 レユニオン島では絶滅したとされていたコーヒーの品種、ブルボンポアンプを復活させる。このことから、コーヒーハンターと呼ばれるようになる。2008年に独立。コーヒー豆は生きた農作物であり、コーヒー豆はフルーツと溶き、現地コーヒー農園の人と共に、四方のコーヒーを目指している。コーヒー業界ではエルサルバドル留学時代に名付けられた。 ホセの愛称で呼ばれている。川島は独立、創業後、最高品質コーヒー、グランクリューカフェを筆頭とする、コーヒーブランドを作る。グランクリューカフェは、コーヒーのためにできることは、すべてやるをコンセプトに、畑の選別、栽培から、収穫、生鮮加工、輸送、保管、焙煎、包装に至るまで、独自の基準を設け。 すべてにおいて一切の妥協なく作り上げたブランドでアロマ維持のためガスに耐えられるシャンパンボトルに入れた加圧包装となっている2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年ありがとうございます